その格好で関西スーパー行ったら変な目で見られました。いや、汚いよそれ。職質もありませんでした。はい、職質。職質、はい。いや、この格好でおまわりさんいると思う。いや、汚いですよ。はい、はい、それではよろしくお願いします。はい、大変からの漫談で、スタートさせていただきます。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。私、大平師匠最後の弟子、大平ガロと申します。芸人をさせていただいております。全国各地、北は、日高から南は塚本まで笑いの渦に、させていただいておりますけども、今日はたくさんのお客さんがいらっしゃって、外国のお客さんもいらっしゃいますね。ね、ちょっとどこから来られたんでしょう。聞いてみましょうか。 Where are you from country? Where are you from? England. おイングランド。 Only this event? Yes. はい、ただまだ言わされてますけどもね。ありがとう、拍手。いいですから、わざわざこのイベントのために、来ていただきました。ありがとうございます。僕英語できないんで、ここから先何言ってるかわからんと思いますけどはい、大変ありがとうございます。万博のイベントということで、今日はこの相生橋の、ね、会場ということで、うちのたこ焼き屋、このたこ焼き屋もやってるんですよ。たこ焼き屋さんのもうちょうど同じ商店街の角でやってるからびっくりしましたね。この商店街のたこ焼き屋で働いておりますけども、最近外国の方めちゃめちゃ増えましたね。ドン・キホーテで行列できるんですよ。すごいですね。ね、子供とかも、ね、家族でみんなで来てるんでしょうね。大阪のおばちゃんもたまに来られるんですけども、あんたどっから来たんやーい、I come from Canada。 あんた偉いな、こんなちっちゃいのに英語喋れて、当たり前やん外国の人やねんからねえ。ほんまにたこ焼きが、さっき言ったおかげさまで外国の人で忙しくなってきて、もう一人じゃ手かけないんですよね。もう電話鳴ってても取れないよ。こっちはお客さんの応対中でプラ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 、じゃあお客さんが、マスター電話鳴ってる、聞こえてるわ、聞こえてるわ、あんたの声が聞こえて、電話聞こえないわけないんだからね。え、本当に大変ありがとうございますけどもね。さて、万博のプレゼントということでございますけども、万博っていうのは皆さんどんなことやるか皆さんご存知ですかね。知らない。まあ、もともと最先端技術をそこで紹介するという感じで、で、日本で初めて万博来たのが1970年の大阪万博ですからね。数十年の時を超えて戻ってきたということでございましたね。もともとゴミの島やったんですね。夢の島というのが、あのゴミをね、埋め立てて作った島を有効活用しようということで、そこで万博しましょうと。2025年、じゃあこの2025年終わったら何すんねん。そこでカジノですよ。カジノでね、大阪にお客さんいっぱい来てもらおうということで、まあ、なんか賛否両論分かれてますけどね。なんかそのギャンブル漬けにするとなんか良くないとか言いましたね。新聞に書いてありましたよ。そのカジノをすること自体がギャンブルでやる、うまいこと言ってうまいね、うまいね今日何もいっぱい用意してるんですけどね顔だけでも覚えて帰ってもらって顔で、大阪万博というのが1970年にありましたけども、1970年にやった時に何展示されてたか言ったら、そのいろいろ携帯電話とかね、今では当たり前になりましたけど、その時携帯電話なんてありえなかったですからね。で、スマートフォンになってますから、動画も撮れますからね。あ、言い忘れました、僕動画だ、大丈夫ですよ、はい、あの YouTube、 あの動画も撮っていただいても大丈夫なんですけども、YouTube に上げたところで、50再生ぐらいしかいませんこれ偉いもんでね、あのたこ焼き焼いてるだけの動画を上げたら27万再生きましたね。すごい、なんでなんですか、これなんでそんなに言ったんですか。なんで、たこ焼き焼いてるのがいいんでしょうねでもこれいけるぞって僕の動画上げたら絶対50超えないんですよ130本上げて50ぐらいしか、全部50ぐらいしか平均にいってないの、まあ、いいかげんやべえよ話ですよねまあ来れないですけどね。あれですね、動く歩道ね、あれも万博で初めてできたテクノロジーなんですけどね。あれ、あの歩く歩道ってたまに言う人いるんですけどね、歩く歩道やったら その辺にあれが来たよ歩くもんやからねですよね。で、大阪という
ということなんですが、今日はね、王様にちなんだネタを用意させていただきました。このフィリップですね。さあ、フィリップなんてマイクスタンドですか。いや、こっちで見る。はい、ということでね、今日はフィリップをね、用意してまいりました。今日はなんかでかいイベントということでね、いつもよりフィリップがね、ほら、このカラーコピーで、セブンイレブンのカラーコピーでね、コピーしてまいりましたので、いきましょう。大阪あるある。大阪では人を呼び捨てにしても雨にはチャムをつける。ありがとうございますね。雨にはチャムつけるんですね。僕らにも呼び捨てるんでね。おガロン、雨ちゃんやるわ。俺に呼び捨てて、ガロンにチャムつける、雨にチャムつけて、どういうことやねん。思い出してくれ。腹立ってきた。大阪の挨拶
は儲かりまっかであるはいはいほんまにいますからねここはこのたこ焼き焼いてたら儲かりまっかどんな人だここでうっかり儲かってまんねんとか言うとダメですよ俺ボシボシねんなとかさっぱり和やですわとかねこういうのもね大変なことになりますからねあんまり大阪では金持ちすぎるとね、昔淀屋っていう淀屋橋かけたもうあれ淀屋橋個人の金でかけたんですよ淀屋っていう米屋が米相場でめちゃめちゃ儲けてもう めちゃめちゃ儲かってたらあもう町人の分際で儲けすぎて鬱陶しいいうことで全財産没収で追放されたっていうねだから儲けすぎだから僕も儲けすぎないのに、ね、気をつけてますもうテレビとか一切断られてなことないですなことないです向こうから断られてるねえ、ね、だから最近ニュースでもね、大阪全国のニュースではこんばんはニュースの時間ですとか始まりましたね大阪ではね儲けてますかニュース始まりますそうですどんなやつはいどんどん参りましょう大阪あるあるはい、大阪では外国人が最初に覚えてる日本語はお兄さんマッサージいやあるあるあるねえそこのアイドル橋のね角のところでお兄さんマッサージねえこれからね、またいい人でね、たこ焼きを買ってくれはるんですよ。ね、お兄さんマッサージって言われてね、すごい抑えましたよ。お兄さんマッサージって抑えられて、下のパーンとか、お前にすんのかよ返す、ね、返し技ってありますけどもね。これね、これあのお兄さんマッサージって寄ってくる人がね、これまだまだそこそこ美人なのね、くせ者でね。僕はたい平師匠の、師匠と歩いてた時にね、なんか師匠呼んだはるような女の人がいて、あ、師匠、師匠、呼んだはりますよ。え、何かお兄さんマッサージお前マッサージのやつだろお前あ、そう、すみませんでしたわからんかったね、どんどん参りましょう、大阪あるある、大阪では巻き舌が力の象徴であるあるあるオレンジキレウリロリめちゃめちゃかっこいいですねね、ちょっとフランスっぽくありますよね田中らボトモンスイフランス語っぽいはい、今度は参りましょう大阪あるある大阪ではお茶まで芝あるあるあるえ殺すぞとか言うたら お茶芝へんかよお茶まで芝みんなほんまに殺しませんけどねはい、どんどん参りましょう大阪あるある今日これ神やからこれね重いんですよはい、大阪あるある大阪にはケツが大好き、ね、いろいろありますがケツケツを割る、ねあとケツを拭くケツを拭く尻拭いなんかね、はい、ありますけどもねあとケツの穴が小さい、ね、あとケツの穴の舐め合いってますよどんなことない誰が考えたそんなのあいやさん自由席なんけどお客さんからはい、ちょっとこれね、眩しすぎて、影しか見えないんですよ。コナンの犯人みたいにね、ありがとうって言ってね、見てますけどもね、このケツ、ね、マイト、オイトって言いますよね。どんだけケツ好きやねんとか、ね、東京の方では、だるまさんが転んだって言いますけどもね、あれも大阪の方では、ボンさんが火を吹いた。匂いだ、フルーティーな香りがした。そんなわけない、はい大阪あるある、大阪では親切に石を教えてくれるけど結構適当あるあるねえ聞いてもわからん時ありますからねお場所分かってんのに伝えられへんって言いますからねここはなバーン行ってなドワーンぶつかってね左キュッと曲がったら分かってねえでもみんな人なんでね教えてくれるね道を教えてくれるんでね昔後輩のね新婚やってた林っていう女の子いたんですけどねこれがまた天然ボケでねすごいですよ化粧品屋の場所をね教えるときにあちょっと口ではつかみづらいんで紙に書いて教えますわ紙に地図を書いてねここに、自動販売機があってここにコンビニがあってこうやって紙に地図を書き出したんだけど目的地が紙からはみ出してたわけ意味ないからね。はい、どんどん参りましょう。大阪あれあれ。大阪の北、新世界。それ
くない。あるね、新世界とか新今宮とかね、なんか新横浜、新大阪みたいな、なんか新幹線とかありそうだけどね、新快速も来ないけどね。なんか新世界で100円貸してって言われてました。返せる、見たことないやつ、どうやって返せるんですかね。思い出した、腹立ってきました。私はね、腹立ってきました。言われた。あー、腹立ってきた。腹立ってきた。腹立つ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 。いろいろだ。楽器をいろいろ駆使してるからね、首が重いから。はい、どんどん参りましょう。大阪あるあるで、大阪の地下鉄、カーブを曲がるだけでいちいちアナウンスしやがる。あるある、わかりますか、見通し以前でまもなくカーブを曲がりますと言うんですよ、ほんまに。はい、ほんまに、見通し以前とね、大阪、梅だったら、次の駅行くまでね、カーブを曲がります、ご注意くださいってね、ほんまでしょ。で、曲がり終わったら拍手するんじゃん。ブラボー、曲がったーってね、ここはそうですよ。ね、嘘と本番とね、言わないと分からないからね。地下鉄の大阪、大阪の地下鉄、あれ、悲しい声で鳴りますよね。なんか餌やりたくないですけど。はい、どんどん参りましょう。大阪、あれあれ。大阪ではアルミ缶が換金できる。最近ね、戦争でアルミ缶の値段が急騰してまして、めちゃめちゃ儲かりますよ。売ってますけどね、袋一杯ぐらいで、だいたい10キロぐらいですかね、それで3000ぐらいになるんですかね。アルミっていうのは結構ボーキサイトでできてるから、ボーキサイトは安いんですけど、ボーキサイトを電気分解してアルミにするときにかなり電気を食う。だから電気代が上がっているのを我々が潤うわけですね。それをアルミ缶ドリームって言いますね。今日お客さん少ないから受けてるのか受けてないのか分かんないですけど。はい、どうぞ参りましょう。大阪あるある、幕よ水と背塗りで、略すのに関西電気保安協会だけ絶対に略さない。あるある、もう完璧ですよね。関西電気保安協会っていう、ソングがジャパンにはあるんですよ。イギリスの方も分かってると思ってる。ね、わざわざ入口からお越しいただきましてありがとうございます。どんどん参りましょう。大阪あるある、グラミー諸島、それほど行ったことない。あるある、ね、みんな聞いたことありますか。花店中古車センターとかね、萩谷政権とかね、聞いたことある。萩谷政権めっちゃエコーの感じ。大阪、泉の広場上がったら、これ泉の広場はないですけどね、すごい悲しそうな海のね、でね、萩谷政権なかなかね、整形したことないですけどね。いきなり突然なんですかね、太平川を知ってるいう方いらっしゃいますかね。太平川を知ってるという方、足を上げてください。何がしてんねん。まあ、僕から知ってるいうことはね、向こうからも知ってるということでね。ちなみになんですけど、ミスターキャロさん知ってる方出会えております。ミスターキャロ知ってる。あ、やっぱりね、そっちの方が多いですね。キャロさんね、最近整形しまして顔変わってたから誰か分かりませんでしたけど、ね、おい、キャロー来たら、高い来たんですよ。最初見たら、何年かあるの社長かなだから、整形した時、まぶたをなんか一重から二重にされたんね。あれがだから、ちょっとやりやった時に腫れてるんだよね。だから、今は怖いけどな、もうちょっとしたら男前になるから僕も整形して男前になりましたね。じゃあ今まで何やってんのって言われましたから、ね、今日はキャロさん淡路島って言うらしいんで、安心してビデオ流れてるんですよ。はい、どんどん参りましょう。はい、大阪あれあれ、大阪人はグリコの、イントネーションが独特。あれあれ、普通グリコですよね。グリコ、グリコの看板、おかしいですね。だから東京では柿のことを柿のことを柿って言いますね。で、柿のことを柿って言いますね。これ逆なんですね。上上がった人、僕も何言ってるか分からないですね。東京と大阪全然このあれが違う。でも江崎グリコって
江崎グリコってちゃんと言えるんですね。ちゃんと言えるのかい。江崎グリコっていう人がいたら大阪に絡むんですよね。ここはね、そのイントネーション通すね。どんどん参りましょう。大阪あるあるアホの魚と言っても怒られないが、バカの直見と言うと怒られる。アホって言っても怒られませんよね、大阪の人は。アホやーとか言いますけど、バカって言われたら、何がバカやねん、アホじゃん、一緒やね。坂田師匠のね、本名、直見と師匠っていうね、なんかそっちの方も敬語っぽいって言ってね。あれ、その意外なところは、島木丈二師匠の本名がね、浜雄二っていうんですよ。島木師匠の方はチャーリー浜っぽいっていう。でチャーリー浜師匠は何やねん、西岡さんなんですね。ね、チャーリー西岡でいいやんか。はい、どうぞ参りましょう。大阪あるある。嬉しい時、道頓堀川に飛び込む。悲しい時、南港に飛び込んで沈む。あるある。とりあえず川に飛び込むね。ね、あれはなかなかね、道頓堀埋める。道頓堀沈めるぞ、難航沈めるぞと言いますけどね、京都ではあまり上品ですから、そんなこと言わないですね。京都では、神戸ではだから六甲山埋めるぞとか言いますけどね、神戸では埋めるのね。で、奈良はダム沈めるぞ、天ヶ瀬ダム沈めるぞなんですね。京都はね、近代からないんですよね。応仁の乱、やったるぞとか言いますかね。本能寺みたいに燃やしたるぞとか言いますかね、余計ひどいわ。これ、道頓堀以外最初に飛び込んだ人、ご存知ですか、こういう歴史の多い人。これはね、桂福若人さんなんですよね。まだ子供の時に、阪神タイガースなんか優勝するわけないやんけ、優勝したら道頓堀に飛び込んでやるわって言うて、その年奇跡的に優勝したんですね。1985年ですか、86年ですかね。だからものすごく運が悪い人ですね。これはレクリエーションでやってたわけじゃなくて、罰ゲームでやったと。どんどん参りましょう。大阪あるある。大阪では警察のことをポリと呼ぶ。あるある。あるあるとか言ってますけどね。ああいうことないですよね。僕らはね、そんなこと言いませんけど。ね、これポリって何となくか分かりますよね。英語ですよね。ポリエチレンですよね。ね、あと大阪では警察とかパトカーとか来たらね、あんた恩返したでーって言う、ね、鉄板あるわけですよね。というわけでございます。時間がちょうど13時になりましたね。これね、30分寝たのが初めてなんでね、もう1本用意してきたんですけど、ちょっと時間来たということで、これはまたの機会に、またお会いできる日を楽しみに待っております。だいたい塚本と平方で月に1回ずつやっております。 YouTube も検索してくださいね。 YouTube 大変バッチャンネル、YouTube 登録してくれたという人には、あちらのグッパンスペースで大変よろしい次第プレゼントします。はい、グッパンの方もお越しください。大変よろしいですが、最後ネタの終わりに大阪締めで締めていきましょうか。大阪締め、皆さんご存知ですからね。それでは参りましょう。打ちましょう。はい、よいかせんのかませ2号手3度クン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 2号手ごらん。ありがとうございました。歌って踊れる女子プロレスラー、そのためラジオ出演などさまざまな